久保さん、受信力の磨き方とかにし,しときましょうか。まあ、これはね、磨き方が人によって変わります。何でかっていうと、嫌なことをやるってことですね。嫌なことをやると。要は、まあ、論理的に多分分わかると思うんですけど、みんな嫌なことってやらないので、嫌なことから受信はできないんですよね。だって嫌だからやってないし、そのり、嫌なことというか、嫌な領域ですよね。嫌な領域はみんな嫌だからそっちに行かないんですよ。 つまり嫌な領域は受信できないんですよね。で、これは何かっていうと、僕はその本を読むっていうのがめちゃめちゃ嫌で、まあ学校の教科書とかも読まないですよね。まあ勉強してこなかったので、あのビジネスこうやるようになって僕は本を読めってすげえ言われてね、読めないわけですよ、そんなにね。<laughs> 要は、まあこ分かる人は分かると思うんですけど、本読めない人って活字読んでると頭痛くなってくるっていうかね、 本みたいな。<laughs> きついみたいな。まあ、今まで読んでこなかったから、ずっと文章をこう読むってしんどいんですよ。めちゃめちゃしんどい。だけど、こう読めるようになってくるんですよね。嫌でもずっと続けていくと読めるようになってくるんですよ。で、そうなってくると、新しい脳の領域というか。で、特に本なんかは、まあ映像でもないし、何でもないから、自分でこう想像していくインスピレーションしていかない。 活字を本の、活字を読んで脳みその中でそれを映像化してみたいな違うものを使うようになる,なるんですよねで。僕の場合はそれをやって受信力が間違いなく増えたかなと思いますね。まあ他にもね、様々な経験はあるんですけども、一つ大きなところを言うとするならば、嫌な領域をやったことによって、その領域分が入るようになってきたから、あの、増えたかなっていうところですね。多くの人は、 まあ、コンフォートゾーンとかも言いますけど、自分の領域でしかやらないので、だから大きい受信はできないですね。ここの、ここの範囲での受信はできるけども、こっちの範囲の受信はできないっていう。でも嫌なことっていうそこも含まってくると、そこも受信できるっていう。みんな失敗したくないですよね。器が広いとかも、 多分、多くの失敗をしている人が結構、全員ではないかもしれないけど、多くの失敗をしてきて挑戦を繰り返してきている人、失敗も挑戦を繰り返してきてるって人っていうのは、この器っていうのはだんだん大きくなってますよね。みんな失敗が怖いですってここに入ってるんで。この領域なんて。だからこの領域でしか受信できない。この領域で理解できることしか受信できないってことですね。 めちゃめちゃ失敗も経験もいろんなことをしてると、どんどん器が大きくなります。領域が増えます。受診できるものも増えていくってことですよね。うんだから嫌なことやるっていうのはいいんじゃないですかね。<laughs> 言ってらっしゃい。